こんにちは。祖母塾の久保です。全国1億6千万人の麻生太郎ファンの皆様、改めまして、こんにちは。麻生さんがね、また爆弾発言をしてくださいました。と言っても、大した爆弾ではないんですよ。プロとしていかがなものか、と麻生金融担当大臣が言われたということなんですけども、先日、水宝銀行に障害が起きて、多くのお客様に迷惑がかかったということがありました。まあ、顧客流出っていうのもね、過去にいろんな銀行ありましたけども、まあね、 その、金融庁、要するに、麻生財務大臣が束ねるお金っていうものに関しましてはね、ちょっと不具合が多すぎて、安心して私たちはお金をね、預けられないし、もうんまあ、お金に関しては、本当信用ならないなっていうところが、この麻生財務大臣が取り仕切ってる金融という業界なんですよね。さあ、ここでね、そういうことが言われましたけども、えっ、ー、と、金融庁の対応について、原因の究明と再発防止をしっかりフォローアップしてもらわないといかん。 その中で必要な対応を取っていく。っていうふうに言ってますけども、森友家系の方も、原因の究明と再発防止をしっかりしてくださいよ。ね。で、ここに書いてますよね。顧客が迷惑するというのが一番の問題。これをね、ちょっとね、言い換えてもらいたいんですよ。国民が迷惑するというのが一番の問題。麻生さん、あなたの話ですよ。顧客じゃなくて国民が迷惑してるんですよ。ね。次。年度末で忙しかったとか、システム入れ替えたと止まったとか、プロとしていかがのものか。 国民がコロナ禍でお金に困ってます。生活苦しんでます。生活困窮してます。でも全くお金が回ってくる様子がありません。それは日本のお金というものを取り仕切ってる麻生財務大臣。プロとしていかがなものなんですか麻生財務大臣、プロとして。国民が飢えて死んでますよ。麻生財務大臣のせいじゃないですかこれは。なんだかね、吸い上げるばっかりで全く降ってこないですよ。10万円の一律給付。 第2回目だとか言ってね。もう超限定されてるというね。もちろん、限定してでも、お配りした方が私はいいと思います。ただですね、生活困窮者の枠なんですけども、いろんな困窮者がいるんですよ。それこそね、非課税世帯が困窮してるのはその,その通りですよ。その通りなんですけども、課税されてる世帯も結構苦しいですよ。まあ、6億円も貯金がある麻生財務大臣には分からないでしょうけどもね。老後2000万円問題とか言って、全く関係ないでしょ 老後2000万どころか、今日の2000円がないんだ、こっちは。麻生財務名人。麻生。麻生財務大臣。もうね、口がね、歪んじゃいましたよ、こっちも、うん。口がもつれちゃったよ、もう。麻生財務大臣。この国の金融を取り仕切るプロとしていかがなものか、と苦言を麻生財務大臣ご自身が受け取ってみてはいかがでしょうか。それでは、失礼します。